皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は京都府総楽郡青果町桜ヶ丘にございます 2LDK の賃貸アパートプレミール8という物件にやってまいりました。この物件はもともと 3DK の物件だったんですけれども、一部扉を改装いたしまして LDK のお部屋となった、改装した広々としたお部屋となっております。このキッチンスペースもオープンキッチンタイプのキッチンとなっておりまして、シンク、調理スペースがしっかりと確保されておりまして、こちらにガスコンロを置いていただくという形となっております。上のスペースや、そして下のスペースに収納スペースがございますので、キッチン用にしっかりと収納していただけますし、この水切りなどのところにですね、洗剤などを置いていただいてもいいのかなと思います。そしてこちら、冷蔵庫をこのスペースに置いていただければ、お料理も毎日楽しく行っていただくことができますし、このようにですね、ここにリモコン給湯もございますので、ここでお湯の設定温度などを変更していただけます。ガスは安心の都市ガス仕様となっております。そして反対方向にはですね、こちらリビングスペースとなる、スペースがございます。こちらテーブルを置いていただいて、ご家族皆様の団らんのスペースとしてもご利用いただける、そんなお部屋となっております。キッチンの奥にはですね、洗面スペースがございます。こちら独立の洗面スペースがございまして、奥には室内洗濯機置き場がございます。そしてお風呂場がしっかりとございまして、お風呂には窓もございますので、お風呂上がり後にはですね、浴室の換気もしていただけます。この扉を開けますと、お手洗いとなっております。お手洗いにも窓がしっかりとございます。そしてここが玄関スペースとなっておりまして、玄関には下駄箱もございますので、靴の収納にも困りません。そしてこちらが洋室のスペースとなっております。こちら窓も大きくございますので、明るい日差しがしっかりと入ってくる、そんな、お部屋となっておりまして、窓を開けていただきますと、このように広々としたバルコニースペースに出ていただくこともできますので、お洗濯物などではコットンなどもしっかりと干していただけます。もちろん収納スペースもございます。収納スペースはこのようにしっかりとクローゼットタイプの収納スペースとなっておりますので、衣類などもしっかりと収納していただけます。最後は、ご夫婦の寝室としてもぴったりな和室のスペースとなっております。このお部屋からもですね、先ほどのバルコニースペースに出ていただくことができますので、ご安心ください。収納スペースはこのように押し入れタイプとなっておりまして、もちろん天袋もございますので、収納力もたっぷりとある、そんな収納スペースとなっております。いかがでしたか？これだけ広々とした 2LDK の賃貸アパート、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお酒のスタッフは皆様の部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。